息子よ。真の王とは何であるか、再びその答えを求めよ。エンマ！もうなんかすげえ壮大な親子喧嘩に巻き込むのはやめていただけますでしょうか。ほい！ということで今回もやっていきたいと思います。ということで、エンマ舞踏会の決勝戦に挑もう。決勝戦に挑ませてください。はーい！みんなとうとう決勝に挑んじゃうのね。泣いても笑ってもエンマ舞踏会最後の戦いよ。支援様はとっても強いわよ。妖怪探偵団のみんな、心の準備はできてる？オッケー。支援様は妖魔界で一番実力者だけど、怖がってる妖怪たちも多いの。ここだけの話、私も支援様より君たちのこと応援してるかも。では、鬼闘技場までお進みくださいませ。妖怪探偵団、ゴーゴー。そんなね、恐怖で支配するのはよろしくないと思うよ。さあ、ついに決勝戦が始まります。閻魔舞踏会。今日この日、新たな閻魔大王が決まります。この大一番に挑むのは、魔導鏡の使い手たち、妖怪探偵団と。向こうも、団体？お、一人か。妖魔界最強の名を欲しいままにする、閻魔一族の若き豪傑、支援様。様付けかよ。閻魔大王に座につくのは果たしてどちらなのか。いよいよ運命の一戦が始まります。支援！お前を倒して絶対に母ちゃんを取り戻す。同じ大会に出てる者同士なんやけんね。そこはもう、ちゃんと公平に、支援って言ってくれんとね。ゾロゾロと頭数ばかり多い奴らめ。よほど私に魂を奪われたいらしいな。仲間の力とやらで勝ち残ったのかもしれんが、私の前ではそんなものは無力だ。閻魔大王となる者はこの世よりただ一人。それはこの私だ。反逆の覇王、支援。今の閻魔大王は一体どういう気持ちで見てるの？支援を。支援が現れた。よし、来いよ。こっちも頑張るわ。バトルスタート。お前たちの魂も取り込んで、我が力に変えてやろう。そんなことさせるか。みんな全力で行くぞ。メラメラ獅子剛剣。あいつあの攻撃でお前らに力を吸っちまうのか。奴の動きに注意してくれ。どういうこと。火はあまり効かない。メラメライオンダメやないか。あ、メラメライオン。貴様らの力、利用させてもらったぞ。あいつ、攻撃を強化したらと。待って。ちょっとつ猛烈猛進撃。なにどうなったのおい。ケータ。ちょ待って、ケータは。あ、みんな変化使ったんや。ちょ、もう一回。はぁ、ちょっと猛烈猛進撃。当たってなくね。てかこれ炎が得意なんやったらこっちはいけるんじゃね。神なる大河。なんて強さなんだ。まるで歯が立たない。当然の結果だ。お前たちの実力では話にならん。おお、なんだ、中断されたぞ。でも話にならんとか言いながらきっちり体力半分ぐらいは減ったけどな。まったく口ほどにもない連中だ。なぜ私を倒せると思ったのか、理解に苦しむぞ。家族の魂を取り返しに来たのだったな。さぞ悔しかろう、無念であろう。だが安心するがいい。お前たちの魂も我が身に取り込んでやる。おーい。泣くがいい、叫ぶがいい。その失意な心が私をより強くする。何、魂抜かれた。あ、邪魔をするな、エンマ。私はこの舞踏会の勝者だ。まだ終わってないでしょ。大四座にふさわしき力も、野心も持たぬこの人間どもを殺すことの何が悪いのだ。そうではない。お前はまだ自分の愚かさに気づかぬのか。この閻魔舞踏会で何を見てきたのだ。他者から奪った魂が自らの力だと。そのような考えでは真の王にはなれぬ。大王。王の資格がないのは貴様の方だ。大四座にしがみつく老いぼれめ。なんと。支援よ。力で民を支配する者は、
新たな力によって倒される。まあね、反逆者必ず出てくるやろうね。平和に統治せんかったら。真の王とは皆の力を自らの力にできるものなのだ。だから私は奴らの力を集めた。最強の存在となり、王の座を得るために。愚か者が！笑わせるな。今のお前は、血塗られた力に溺れた愚か者だ。息子よ、真の王とは何であるか、再びその答えを求めよ。エンマー！もうなんかすげえ壮大な親子喧嘩に巻き込むのはやめていただけますでしょうか。黙れ、この後に及んで私を認めるか。口の減らない年寄りが。大王様が、シン、自分が何をしたのか分かっているのか。お前、人間とか妖怪とか関係ない。お前が王になるなんてこの俺が認めねえ。頭し抜かれてないんやね、まだ。こしゃくな。シンの王とは私のことだ。エンマのことでもお前たちのことでもない。消え失せろ。通り抜けたけど、どういうことだ。何か覚醒した。ビッキーかぶった。そっか、思い出しちまった。俺もう死んでたん、え、死んでたんだ。何、どういうこと、急激に。何、え、姉ちゃんが死んだあの日、俺はビルから飛び降りた姉ちゃんを助けようとして、そのまま一緒に落ちて死んじまったんだ。そうか。姉ちゃんは田んぼの前に魂を奪われたけど、俺は連れて行かれてそのまま死んでいった。でも、いつきは今までピンピンしてたじゃないか。絶対、ねえ、触っとるやろみんな。いや。俺は死んだ後、くくり姫っていう縁結びの妖怪に会って命を貸してもらったのさ。縁結び？なぜ縁結び？命を。そう。この世にいる間に、俺が運命の相手に出会うことを条件にして、あ、そういう感じ。なるほどね。この世に留まることを許してもらったんだ。急激に恋愛要素出てきたわ。俺は不思議な力に守られてる。似たような奴らに出会うかもしれないって。すっかり忘れちまったけど、あれはお前たちのことだったんだな。女の子じゃないといかんのか、相手。そんなことが、いつきが死んでたなんて。そうだな、驚かしちまったな。なんか急激なね、突拍子もない設定みたいなのに出てきたけど。けどさ、こんな姿になったおかげか、不思議と力がみなぎってくるんだ。いまいましい。人間に命を貸し与えるなると、くだらぬことをする妖怪もいたものだ。だが貴様は所詮ちっぽけな人間の霊に過ぎん。運命の相手は結局現れてないけん、もうこれで終わりってこと？ああ、あれ？それはどうかな。いつきの腕に妖怪ウォッチ。妖怪ウォッチエルだ、ジンだ。何それ、いつきくんが新しいウォッチ使い。ああ、そういうことみたいだぜ。みんな待たしちまったな。なんなの、消えないの。我と共に戦う力を。え、降臨ゴッドサイド。何それ、かっこいい。え、何、ここで俺死んでた、スッって消えていくとかそういうことじゃなく、やっぱり覚醒なんすか。なんにゃん。おお、すげえ。どうした、なんか猫また急にエジプト味が出てきたような気がするけど、気のせいかな。反撃の時ってことだ。さあ頼んだね、妖怪探偵団。座敷わらしはなぜ天狗になるの。なんか元の要素残ってるのさ、カッパしかおらんくね。え。何、しがないサラリーマンがなんかすげえかっこよくなったけど、カッパも。みんな、それか。怖い。猫をバステト。なんだか意味がわからない。何が相手だろうと私は負けん。バステト百裂拳。声まで全然違う。カッパ王サゴ城、やっぱサゴ城なんや。へい。衝撃カッパッパー。なんか余裕じゃね、やべえ。かっけえ。でもここはイツキじゃなくてケータなんや。そういう感じなんや。
痛い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 。なんかね、日本っぽさが残ったのはあの座敷わらしの天狗だけないんだけど。ああ、なに、ターゲットピン、さすらい玉、どこや、さすらい玉。え、なくね、ね、さすらい玉なくね。あ、あった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 。はっ、トーマ、はい、交代。おーし、これで。なんか誰か気絶したっぽいけど、よっしゃ、アシュラでいくか。全然ちょ、いける、違うって、ほら、応援覇王陣決まったぜ。お、いいんじゃね。あれ、炎あんま効かんのじゃなかったっけ。強炎で強炎でとどめさせたけど。まあ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 、よきよき。お、五つ星のアーク、何今の声。シン、みんなの魂を返すんだ。まだまだ、この程度で私は負けぬ。なになになに、スーパーサイヤ人でもなるの。う、え、もしかして新魔妖怪。なんなのあれ。なんと支援よ、とうとう憎しみに飲まれてしまったか。支援様の身から溢れ出ているのは人間や妖怪の恨みや絶望に満ちた魂、ヌラリヒョのとこにおった。そのようなものを力として利用したせいで、今度は支援様自身の魂が飲み込まれたのだ。そんな、それじゃ母ちゃんやいつきの姉ちゃんの魂は憎悪の渦の中で他の霊魂と入り混じり、死よりも耐え難い苦しみに蝕まれている。くそ、そんな、ここまで来たってのに、なんでこんなことになっちまったんだよ。姉ちゃん、俺はどうしたらいいんだ。いつきは最後まで生きとんかな。シン、そしていつきよ、ああなった以上、囚われた魂を救う方法は一つだけ。支援の中に眠る良き心を呼び覚ますこと。そうしなくては他の者の魂は解放されぬ。いいえ、良き心とかあるんすか、あの人。しかし。大王様、あの憎悪の渦はどんな生命も飲み込んでしまうでしょう。なあ。それなら死んでる俺ならどうなんだ。なるほど。この者の魂はくくり姫の与えたもの。普通の生命が持つ魂とは全く異質の存在です。人間でも妖怪でもない不安定な存在ならば、憎悪に溶けることなく動くこともできるでしょう。ああ。だったら俺がの中に入って、支援のやつを叩き起こしてやる。いつけ。何を言ってるんだ。死んでるからってそんなこと。いや、真の魔導鏡を持つお前ならば、真、人か。真の魔導鏡を持つお前ならば、その輝きで支援様を照らさせるかもしれぬ。いつきよ。失敗すればお前は憎悪の中に封じ込められる。そうなればお前の魂は生まれ変わることもできず、永遠に苦しみ続けるんだぞ。もう生まれ変わりとかの話をしよるってことは、一連のこの事件が終わったらいつきはおらんくなるんかな。あ、いいさ、覚悟はもう決まってる。大切な人を救うためなら俺は魂だって惜しくない。おい、シン、タイ、これは俺の役目なんだ。ああ、安心しろ、ただで消えたりなんかしねえ、絶対に戻ってきてやる。うん、ねえ、タイは絶対シンが好きやしな、運命の人じゃない。わかった、いつき、絶対負けんなよ。いつき、頑張って。助走がついた。こっからはいつき操作ってことかな、それともなんかナレーションベースで終わる。あ、今こそ王が滅びる時だ。誰誰誰誰。あ、空泣き。あの姿はもしや黒い太陽だと。伝承の悪しき存在がなぜここに。そんな、空泣き、嘘でしょ、なんでこの世界に。お前たちにできることが私にできぬはずもなかろう。私はこの世の生命全ての頂点に立つ存在、世界を超えることすら可能なのだ。扉を通ってきたわけじゃないんやね。そんな、あいつも世界を超えられるなんて。ほう、お前たちはわざわざ過去に戻り、エンマを救いに来た、というところか。もしかして、良き心を取り戻した、支援が、あの姿ってことかな。そういうことじゃないのかな。よくぞその考えに至ったものだ。
だがお前たちにエンマを救うことはできん。なぜなら未来のエンマにつながる魂は今ここで私が証明させるからだ。やっぱりここってことか。え、エンマ様につながる魂。そんな、まさか支援がエンマ様の絆をつなぐものなの？分かったところでお前たちには何もできまい。支援の将来の子供とかそういう感じかな。我が絶望に飲まれ。素晴らしい。人間と妖怪の憎悪が溢れてくる。なんとまがまがしい力だ。え、いつきも一緒に。絶望の太陽空泣き。支援の魂を消し去るより先にこの力でお前たちを滅ぼすのも悪くない。え、戦闘すか。来い、愚かな人間ども。我が力にひれ伏すがいい。そのまま突入？マジで？回復ぐらいさせてよ、したの？私が終わらせてやる。あ、なんかパーツに分かれてる。空泣き左手、空泣き右手。手から先に、なんか武器を持ってる手から先にやっつけたらいいのかな。そんな、いつき、いつき、お前なんかにいつきを渡してたまるか。あれ、右手どっか行ったけど。痛い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 。あ、これか、大蛇山フェスティバル。へいからの青龍シャドウサイド。あ、待って、切り刻まれる、切り刻まれる。その位置、何、呪文黙って怖い。聖な、ちょ、間違えた。神なる大河。痛い痛い痛い、もう。ひえー、メラメラ獅子剛剣できなかった。メラメラ獅子剛剣、えい、やった。手一つやっつけた、やっつけれたよね、今。ふぅ、ことで次は左手やな。頑張って叩いていこう。お、白クマおいで。まだグレーとかできんのかい。できるようになってから交代を申し出てください。お、ドローン、戦闘アイテム、戦闘アイテムっと、これ送っときゃいいかな。よーし、グレーとか。そして悪魔的勝ち上げ。せい、なになに、何が届いた。またのご利用をお届け完了と。支払いはウサピオンに任せた。なに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 、あ、手両方ともなくなった。あと本体叩くだけか。オッケーオッケー、青龍休むな。青龍休むなよ、おい。あ、待って、容器吸い取らないとなくなった。あ、復活するの、マジでやめてよ。あー、ちょっと待って、危ない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 、届かない。うっそー。じゃあ結局、うい、痛い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 。え、石化した、マジでやめて。かドローンから送られてきたアイテムが全く何かわからないんだけど、もう終わったの。どこ、いたやー、来ないで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 。うん、どこにあるか全くわからねえや。あ、とりあえずここら辺ちょっと落ちてるやつを。みんな結構体力的には大丈夫っぽいんやけどな。ね。あ、待って、ここ。危ねえ、危ねえ。とりあえず、左右の手をやっつけて。お、ジャーボー追撃いけ。で、そっちをやっつけ、え、なんだなんだなんだ、どういう状態。手をやっつけた後で、本体を叩くっていうのを繰り返せばいいかな。このアイテムを送ろ、ドローンくん、よろしく。じゃ、もうすぐこの辺いけるんじゃない。シャ、サボンナ、サボンナ。大波の術、デイン。ちょ、待って、あー、帰りも安全運転でよろしく。セーリーシャドウサイド。危ない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 、その1。神なるタイガ、ヘイ。そしてメラメライオンシャドウサイド。ん、なってない。はい、シャドウサイド。そしてメラメラ獅子剛剣、ヘイ。いつきを返せ返せってば。み
ねえ、しふみちゃん、みんな変化ヒール。あれ？なんだ？盛り上がってるところなのに。ほい！ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に、再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。